洗練された美しい衣装ですね。子豚ちゃんたちに聖母としてふさわしい姿を見せられそうです。皆さん、見ているだけでいいんですか？せっかくですから一緒に行きましょう。とってもにぎやかになりましたね。まるで私と皆さんで行進しているみたいです。どこに行くかは特に決めていませんよ。それはついてからのお楽しみということで。ついた先に待っていたこの不条理な感情を、そうと分かっているのに手放すことができない。プロデューサーさん？どうしたんですか？そんなにかしこまらなくても大丈夫ですよ。それは常にそうしておくべきではありませんか？日々聖母を敬い支えるのが務めなのですから。はあ、お説教はこれくらいにして、衣装について聞きたいことがあるんです。この衣装は私の曲シスターのイメージで考えた。それで間違いありませんね。ええ、分かっています。そんなことをしたらどうなるか。では次に、なぜこういった衣装にしたのかを詳しく説明してもらえますか？私のあり方ですか？なるほど、理解はしました。では改めてプロデューサーさん、あなたは聖母に何を望んでいますか？あら、それはいいことを聞きました。私が無茶をしても必ず支える、そういうことですね。本当にあなたという人はいい答えです。従者の鏡ですよ。それではとっておきのご褒美を差し上げましょう。これからもしっかり聖母に尽くしてくださいね。プロデューサーさん、先ほどから落ち着きがありませんが、どうかしたんですか？あら、プロデューサーさんは今の撮影方針に納得していないということでしょうか？
そうですか。それで具体的にどう変更しようと考えているのですか？ん？なるほど。先ほどまでの撮影では私の感情が控えめに見えたと。だからこの後のサビの部分では思い切り感情を出してほしい、そういうことですね。それではまるで今までの私の撮影では熱量が足りなかったというふうにも聞こえますが。その言葉に責任は持てますね。そこまで言うなら分かりました。この後の撮影はあなたのプランに従いましょう。ですがこの私に全てをさらけ出せと煽ったからには最後まで目をそらしてはいけませんよ。Huh?